リレーソルつなげばチャンスになります。クリスティアーノ、小池が追い越していこうというところ、前に飛び出していって高富のシュート、ここはクリスティアーノ高富のホットラインで決めました。いやクリスティアーノ今自由にさせたらいけないよということを言いかけた時だったんですけどもね、もうすかさず逆サイドを見てピンポイントのパスを出してましたね。ここは裏のスペースに最高のボールが出ました。もうここで本当に自由さって前向かしてしまいましたね、はい、山下選手も行っていいのかどうかという中途半端な距離感でしたから、このマテンヨリッチが先に下がっている分だけオフサイドにならなかった、いやよく決めましたね。今日は左サイドではなくこの高谷がトップした、あるいはまあ2トップのような形で起用されまして、そしてこの2人